はい、4回生の小畑武と申します。キャプテンをやらせていただいてます。就職活動が一応決まりまして、そちらの報告したいと思います。株式会社リクルートマネジメントソリューションというところに就職することになりました。もう一応研修が東京でやることになりまして、関西のこういう会にもしかしたら OB となったら出たいかもしれないんですけど、また関西に帰ってきた時とかはこういう会に出たと思います。前期僕自身怪我とかもありまして出れなかったりしたんですが、やっぱりずっと1年生の時から2部昇格2部昇格と言ってるので、その思いを今この4回戦果たしたいなと思っています。そのためにはずっと先ほども米田も言ってましたが、西を中心にチームをどういう方向にまとめていくのかというのをみんなに決めていって、それを引っ張っていきたいと思います。今年こそは本当に2部昇格したいと思いますので、皆さんこれからもご指導ご声援よろしくお願いします。